おはようございます。おはようございます。アレリア、おはようございます。たかしさん、おはようございます。ルポスさん、おはようございます。うなさん、アレリア、今日もですね、山道のある林に来ました。アンディビさん、カズさん、昨日ですね、ニコ生がうまくいかなかったんです。ごめんなさいね。昨日何回かニコ生しようとしたんですが、原因わかりませんがうまくいきませんでした。はい、 S さん、おはようございます。太陽さん、アレリア、朝日が出ました。ここは、山道のある林、非常にですね、非常にいいとこです。非常にいいとこです。こんなとこが近くにあると。あ、シャンさん、おはようございます。ユウさん、おはようございます。ルールさん、アリエルさん、おはようございます。こういうとこがですね、近くにある、家の近くにあるっていいですよね。かっちゃん、おはようございます。納豆さん、おはようございます。自然の中に入ると、皆さん、自然の中に入ると本当に神様が私たちを慰めるために自然を作られたということを感じます。自然の中にいると癒しがあります。自然の中に励ましがあります。多くの人はですね、自然や動物が人間のためだと思ってないと思います。偶然たまたま自然があり、偶然動物があり、人間もその一部だと考えます。でも聖書を見ると違いますね。聖書を見ると神様は人間のために自然を作られたんです。それ傲慢じゃないですか。それちょっとおかしいんじゃないですかと多くの人は思うかもしれません。人間は、動物とは違うんですね。人間はですね、神様に似せて作られました。アイポンさん、おはようございます。人間は神様に似せて作られました。神様に自由意志があります。当然ですよね。神様に自由意志がある、当然です。そして神様に似せて作られた私たち人間にも自由意志が与えられました。それはどうしてですか。どうして、人間に自由意志が与えられたんでしょうか。それはですね、神様と人間が、そうですね、友達というか、イエス様は私たちの友達になってくれましたよね。ですから私たちは、神の子供になるんですが、神の子供になるということは、神のようになるということですが、神のようになるということは自由意志が必要ですよね。よくね、私今まで放送で言ってきました。人間はロボットとして作られたんではない、ね、ロボットというのはですね、自由意志のあるロボットも作れるかもしれませんが、余計怖いですが、ロボットには自由意志がありません。基本的にはね、ロボットはですね、人間の言うことを聞いて、人間の息を測らなければなりません。ロボットが人間に反抗するようなロボットは、作らないでしょう。しかし神様は、神様に反抗することができる自由意志を持って人間を作ったんです。どうして神様に反抗するような、神様に反抗するような、
人間を作ったのか、それは、神様の子になることができる、つまり人間をロボットとして作ったんではない、人間を、神と本当に良い関係になる、強制されて神を信じたり強制されて神に従うのではなく、獣意志を持って、その獣意志を持って神を信じる、それが本当の良い関係ではないでしょうか。例えば NHK のことを考えてください。なぜ NHK が出てくるか、分かりやすい例えなのですが、 NHK もですね、何か無理やり契約されてる感じがしますね。無理やり契約されて、契約したくないのに何か強制されて契約される、それ嫌ですよね。ですから NHK の問題点はそこにあるんじゃないでしょうか。本来は自由契約ですから、NHK を見たいから契約をする、もちろん契約しないのに見れちゃうというところに問題があるのかもしれませんが、見たくないのに契約させられる、見てないのに契約させられる、それはですね、なんか獣医師をですね、認められてないような感じですね。ですから皆さん、罪というのはですね、皆さん、罪というのは相手の意思をですね、相手の意思を認めない、相手の意思を認めない、そこに罪があるんです。香港でですね、香港で若い人たちがデモをしています。それはですね、中国が、人権を認めず、民主主義を認めず、強制して何かをしようとする、強制して何かをしようとするところにやっぱり反発があるんです。その神様が獣医師を与えた、つまり基本的人権と言ってもいいでしょう。なおさん、おはようございます。カイさん、おはようございます。神様は人間に、基本的人権を与えている、つまり獣医師を与えているということですね。しかしもちろん獣医師っていうのは 何をしてもいいということではありません。何をしてもいいということではなく、獣医師っていうのはもちろん責任があるわけですね。責任が伴います。つまり獣医師というのは正しいことも悪いことも選べるけれども、悪いことした場合には責任があるということですね。ですから多くの人は罪があるということに気づきません。その罪というのは、相手の獣医師を認めてないということなんです。どういうことでしょうか。つまり、罪というのは自己中とよく言いますが、自己中というのは結局は相手の獣医師を認めてないみたいな、そういう感じです。相手の獣医師を認めていない、相手の意思を尊重しない、それが自己中ですよね。そこに問題が起きます。争いや喧嘩は まさにそういう感じです。皆さん分かりますよね。何か約束を破ったり嘘をついたり、それから、相手の嫌がることをしたり、そしたら当然喧嘩になったり争ったりしますよね。それは結局のところ獣医師を認めてない、相手の獣医師を尊重してないということになるんです。シャンさん、肉欲の罪を捨てたいです。アメン。雑誌券さん、おはようございます。野猿さん、おはようございます。そういうわけで皆さん、私たちは獣医師を与えられたものとして、まず神様に感謝しようではないでしょうか。
私たちは、強制的に何か、されるような存在ではなくて、神様がまず私たちの自由意志を認めています。しかしこの世はですね、悪魔が支配しています。悪魔というのはですね、悪魔というのは、その相手の自由意志を認めません。強制します。脅して強制します。大きな声出してですね、脅して言うことを聞かそうとします。まさにそれが悪魔ですよね。中国にしてもロシアにしてもイスラム教にしても、人間を強制して自由を与えません。日本でもそういうところがあります。この世はですね、この世は脅して人をコントロールしようとしています。しかしイエス様は、私たちが自由意志でイエス様を選んでほしい、自由意志で神様に従ってほしいと思っています。イエス様はですね、強制してイエス様を信じるようにはさせません。イエス様は十字架にかかってご自身を表し、私を信じなさいと進めていますが、信仰というのはそもそも強制できません。アダムとエヴァも自由意志が与えられて、しかし善悪の知る木の実から取っては食べてはダメだよ、食べると必ず死ぬよ、善悪の知る木の実を取って食べたら必ず死ぬよと警告されてました。警告されていても神様は強制しなかったんですね。でアダムとエヴァはその自由意志で選んで食べてしまいました。そこに人類の堕落があります。シャンさん、神様に自分を委ねて行動するようにしています。雑誌研さん、エヴァの証人はキリスト教ですか。いいえ、私たちからするとキリスト教ではありません。イエス様の神性、イエス様が神の子でもあるけれど、イエス様は神であると、それが三位一体なんですが、それを認めてません。イエス様が神であると認めてなければ、それは私たちは異端と定義します。イエス様の神性、イエス様の神性を認めなければ、それはキリスト教ではないのです。犬さん、イエス様は人間の自由意志を尊重するなら自分を信仰しなくても地獄に落とすような真似はしないと思います。いえいえ、犬さん、自由意志には責任があるんです。自由意志には責任があります。私たちは犯罪を犯すことができますが、自由意志で犯罪を犯したら、やはり私たちは責任を取る必要があるんです。自由意志っていうのは、その罪を犯すことはできるけど、罪を犯したら責任を取らなければなりません。子供はですね、子供は、比較的責任がありません。子供が悪いことをしてもそれは親の責任になります。それは子供にですね、自由意志を与えてないからですね。子供は親が、ある程度支配してコントロールして、子供が悪いことをしないように、教えます。ですから子供がもし犯罪を犯しても、年齢にもよりますが親の責任になります。しかし私たち人間はですね、ある意味では大人として取り扱われます。私たちは神様に対して自由意志を与えられますが、その自由意志の結果、選んだ結果の責任は問われるわけですね。雑誌研さん、エヴァの証人は十字架を認めていません、ね、エヴァの証人の人たちは十字架を認めています。ナオさん、イエス様が十字架にかかった姿、強く惹かれました。それはナオさんのためなんですね。
なおさんのためにイエス様は十字架にかかって死んでくれました。それは私を選びなさい、十意志によって、悪魔を選ぶのではなく、悪魔を選ぶのではなく私を選びなさい、死を選ぶのではなく命を選びなさい、闇を選ぶのではなく光を選びなさいと、十字架は、訴えているのです。私たちは十意志があります。私たちはまずですね、日々いろんなことを選んでます。根本的に悪魔に従う道を選んで生まれてきます。ですから何をやってもうまくいきません。悪魔の道を選んだのですから、私たちは何をしても悪魔にコントロールされ、人生がうまくいかないのです。根本的にアダムとエバが選んだ道、根本的に選んだアダムとエバの道をまず私たちは変えない限り、自分がどんなによく生きようとしても、どんなに正しく生きようとしても根本的にはうまくいかないんです。ですから私たちは、もう一度ですね、罪の道を理解し、罪の道から命の道、イエス・キリストを信じる道に変わらない限りは、根本的にはアダムとエバが選んでしまった死の道を歩んでいる限り、何をしてもうまくいかないのです。私たちはもう一度根本的に罪の道から命の道に選び直さなければなりません。それがイエス様の道です。イエス・キリストを信じるというのは、イエス・キリストを信じるというのは、アダムとエバが選んでしまった人類の根本的な罪の道、死の道から本当の正しい道、命の道、神に従う道、永遠の命に至る道を選び直さなければ、死の道を歩む限りは人類は死に向かっていくのです。アダムとエバの十意志によって、アダムとエバの十意志によって全ての人間が呪われてしまったのです。アダムとエバの罪によって、アダムとエバの子孫は呪われてしまったんです。しかし神様はもう一度チャンスをくれるのです。もう一度私たちが、死に向かっている私たちがもう一度生まれ変わり、十意志を持ってイエス様を選ぶという、イエス様を選ぶというチャンスを与えてくれているのです。そしてイエス・キリストを信じると、私たちは根本的に生まれ変わり、すべての罪が許され、私たちは神様の祝福の道を歩むことができます。十意志はまさにイエス・キリストを信じるか信じないか、イエス・キリストを信じるか信じないかの十意志を与えられているのです。なおさん、イエス様を選びます。イエス様を選びます。なおさん、呪われているのはなおさんだけではありません。すべての人が呪われているのです。すべての人が呪われています。しかしその呪いをイエス様が十字架で負ってくれたんです。なおさんの呪いをイエス様が十字架で負ってくれたんです。私たちの呪いは、イエス様が負ってくれたんです。身代わりに十意志の責任、アダムとエバの十意志の責任をイエス様が負ってくれて、イエス・キリストを信じるならば、もう一度十意志を働かせて、もう一度イエス・キリストを選ぶならば、イエス・キリストを選ぶならば、その最初の失敗、アダムとエバの失敗が、打ち壊されて、その
罪の呪いが打ち砕かれて、十字架によって打ち砕かれて、私たちはもう一度正しい選択、神に従うという選択、神と和解するという選択、神の祝福を受けるという本来の、私たちが本来受けるべき祝福をですね、受ける道になるのです。シャンさん、イエス様が身代わり感謝します。そういうわけで私たちは悪魔の在り方ではなく神様の在り方に、なります。そして今度はですね、私たちは人に対して、人を脅したり、人の意思を無視するような生き方ではなく、人の自由意志を認め、人を喜ばせ、人の益となるような生き方に変わります。以前は私たちは人の意思を認めず、自己中で相手に対して相手を支配するような生き方、相手を自分の利益のために利用するような生き方をしていました。しかしそれはとんでもない間違いでした。私たちは全ての人に自由意志があり、全ての人の益を図り、全ての人のを敬い、尊重し、神様に似せて作られたものとして、愛するような正しい、人間観といったらいいでしょうか。そのように私たちは変わりました。シャンさん、まだまだ未熟な私たちは神様のために働くべきなんですね。なんとなく分かってきました。アメン、アメン。キツネさん、愛用チャンネルは見ない方がいいと思います。高橋さん、おはようございます。被造物に自由意志を与えられたことはとても重要です。そして私たちは罪から解放されて、いろんなことから自由になりました。多くの人は悪魔に束縛されて不自由ですが、私たちはイエス・キリストにあって、いろんなことから解放されて自由になりました。その自由を愛のために用いなさいとパウロは言いました。私たちは、罪のゆえに不自由でした。多くの人が不自由を感じるのは罪のゆえですね。悪魔に束縛され、悪魔に制限され、騙されて不自由です。人生は自由でないと楽しくありません。人生は束縛されたら嫌です。誰でもですね、一日中鎖でつながれてたら嫌ですよね。奴隷は楽しくないでしょう。奴隷は苦しいでしょう。自分の自由がなければ人生は苦痛です。多くの人は、罪の奴隷として、自由がなくて苦しんでるんですね。多くの人は罪の奴隷で苦しんでいます。しかしイエス・キリストにあって私たちは自由になってきました。私たちは、本当の自由を、体験してきました。そしてその自由は欲のために用いるのではなく、自分のために用いるのではなく、神の栄光を表し、神の愛を表す自由として使うことができるんです。本当の自由、本当の自由というのは政治的な自由、経済的な自由ではないんです。本当の自由というのは霊的な自由なんですね。霊的な自由が本当の自由です。カイさん、牧師、イエス様は罪を犯している人間でさえ悪魔に騙されていると解釈し、寛大にもお許しくださるのでしょうか。イエス様はもちろん、理解してくれていますが、許すためにはイエス・キリストを信じなければ許されないんですね。イエス・キリストを信じてこそ許されます。シャンさん、神の愛で全ての人が救われてほしいです。アメン。
多くの人はですね、お金に縛られ、罪に縛られ、社会に縛られ、会社に縛られ、もうニッチもサッチもいかない、苦しがっています。しかし私は自由を喜んでいます。自由を楽しんでいます。私は自由意志で、神様が与えられた自由意志で生きています。私は人に束縛されません。社会に束縛されません。私は自由に生きています。この自由はイエス様が与えてくれた自由です。そしてこの自由はとても大事です。神様が与えてくれた自由、神様が与えてくれた自由、それを私は本当に喜んでいます。イエス・キリストを信じる自由、イエス・キリストを信じる自由、それが私の自由です。それが私の自由です。悪魔に束縛されません。罪に束縛されません。悪いものに束縛されません。それが本当の自由です。それは素晴らしい自由です。それは天国の自由です。天国の自由です。皆さん、天国では、自分の願いが、叶えられるそうですね。自分の願いが、叶えられるところだそうです。ですから私たちは本当の自由、天国の自由を求めましょう。イエス・キリストを信じることから自由が始まります。イエス・キリストを信じることから自由が始まります。皆さんはイエス・キリストを信じる自由があるんです。イエス・キリストを信じる自由があります。その自由で信じましょう。そこから本当の自由が始まります。本当の自由が始まります。奴隷の鎖は断ち切られます。罪の鎖は断ち切られます。本当の自由が始まります。本当の自由が始まります。コンペトさん、おはようございます。シャンさん、自由と解放、神様すべての人々にお与えください。田代さんも、覚醒剤の、に縛られて不自由です。薬物に支配されてます。彼もイエス・キリストに会って、自由になれます。イエス・キリストを選ぶならば覚醒剤から自由になります。それでは証タイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて自由になった証、イエス様を信じてあらゆる依存から解放された、イエス・キリストを信じて人生が自由になった証、人生が自由になった証、スタートスタートスタート。近所さん、おはようございます。日本は自由な国になれますか？政治的にはかなり自由だと思いますが、霊的には自由じゃないですね。霊的には自由じゃないです。近所さん、お酒とタバコはやめれました。狐さん、自由になったらニートが恥ずかしくなくなった。さん、働いている無信仰よりもニートの信仰マンの方が正解だと思いました。アメン。近所さん、歴史や伝統に縛られなくなった。アメン。カイさん、私は小さい頃から親の言いなりで
自分の意思があまりありませんでした。イエス様を信じてから己の意思で正しいと思うことができています。シャンさん、イエス様を信じてほとんどの欲から解放されてるような気がして感謝です。アメン。はるきさん、昨日は妻の6回目の抗がん剤投与の日でした。そもそも病気というのはサタンの悪行ですか、それとも神の啓示ですか。サタンの悪行です。病気はサタンの悪行です。ごまちゃん、生活すべてが変わった。生活すべてが変わった。がんの悪霊が去りますように。がんの悪霊が去りますように。かっちゃん、サタン自己中。そうですね、サタンは自己中です。サタンは人の自由意志を認めず、人を脅し、人を支配し、人をコントロールします。人間の罪は、サタンの自己中ですね。私たちはそれを悔い改めなければなりません。私たちは、自己中で人の意志を尊重しなかったことを悔い改めなければなりません。近所さん、友人がお金に縛られているので、聖書はイエス様の信仰を進めた後、後日友人が泣いてイエス様を信じますと言ってくれました。よかったですね。素晴らしい伝道ができましたね。伝道ができました。カイさん、イエス様は私たちに自由意志を与えてくださいますが、イエス様自身は自由なのでしょうか。もちろんですよ。もちろんです。イエス様は、完全な自由意志を持っておられます。はい、それではファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ、皆さん、動物はですね、動物は、まあ、本能はあるかもしれません。ほとんど自由意志はないと思いますね。動物は自分の本能のまま、まあ、欲のまま生きています。しかし私たちは神様に似せて自由意志を与えられました。まず私たちは考えることができます。意思を持つことができます。選ぶことができるんですね。本能のままで、生きてはなりません。人間は動物のように本能で生きてはいけません。欲で生きてはいけないということですね。私たちは何が正しくて何が悪いかを考えるべきです。そして私たちは神を知るべきです。神を知り、神を選ぶべきですね。そうしなければ私たちはサタンに騙されて、サタンに騙されてひどい目に遭います。シャンさん、イエス様を信じて兄弟姉妹を思い、毎日お祈りを続けています。正しいは人によって違いませんか。人間の正義はそうです。しかし神様の正義は一つですね。神様の正義は一つです。ヒットさん、ハレリア。それでは、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、ああ、獣医師を与えられていることは素晴らしい。しかしその獣医師は、サタンに縛られていたら不自由で、獣医師があっても正しく
自由じゃない。多くの人はせっかく自由意志が与えられているのに、その自由意志をサタンに騙されている。詐欺にあって縛られているのと同じで、詐欺を選んでしまった、騙しを選んでしまった苦しみが人類の苦しみです。しかしもう一度イエス様がその借金を返してくれて、もう一度自由にしてくれる、それが十字架です。私たちは本来は自由に生きるように神様に作られたんです。イエスキリストを信じて自由になれる、根本的に自由になれる、根本的にサタンから自由になれる、罪から自由になれる。やっと分かった。今まで我々は不自由で苦しんできたんだ。自由がなくて苦しんできたんだ。これからはイエス様を信じて自由になりたい。イエス様を信じて本当の自由を味わいたい。自由な人生を始めたい。イエスキリストにある自由な人生を始めたい。自由を喜びたい。自由を楽しみたい。欲の自由ではなく本当の自由、サタンからの自由を味わいたい。そう思う方はアメンと言ってください。アメン、アメン。シャンさん、イエス様あなたを通して自由を知りました。アメン、アメン。本当の自由です。人間は自由でなければ幸せではありません。自由でなければ幸せではありません。イエス様が私たちを自由にしてくれました。イエスキリストを信じれば自由になるんです。自由になれます。近所さん、自由をありがとうございます。天のお父様、感謝します。私たちは、縛られていました。束縛されていました。サタンに騙され、罪の奴隷でした。良いことができず、悪いことしか、できないようにされていました。罪の奴隷でした。悪の奴隷でした、イエス様。しかしイエスキリストを信じたことによって、イエスキリストを信じる自由意志によって解放されました。悪から解放され、罪から解放され、悪魔から解放され、私たちは正しいことが初めて正しいことができるようになりました。イエス様ありがとうございます。それは十字架の犠牲、イエス様の犠牲によって、イエス様の犠牲によって初めて私たちは解放されたんです。自由になったんです。今アメンと言った方々がイエス様を選び、自由意志によってイエス様を選び、解放されますように、自由になりますように、自由になりますように、解放されますように。どうぞイエス様、彼らを救ってください。彼らを自由にしてください。イエス様お願いします。悪魔に束縛されています。悪魔に苦しめられています。縛られています。解放してください。鎖を断ち切ってください。リスナーから悪霊を追い出し、解放してください。自由にしてください。あらゆる嘘から、あらゆる悪意から、あらゆる間違った思いから解放してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん喜びましょう。これからは自由を喜び、そして人の自由も尊重しましょう。人の自由を尊重し、自分の自由も確保しましょう。偶像崇拝してはいけません。罪を犯してはいけません。それは、またもう一度不自由になってしまいます。罪を犯すとまた悪魔に束縛されます。罪から離れることが本当の自由です。
罪から離れることが本当の自由です。イエス様の教えが本当の自由です。それではまた夜7時にお会いしましょう。シャローン、シャローン、シャローン。良い一日を、良い一日を。シャローン、シャローン。